東海地方の空の玄関口、中部空港。毎日世界各地から多くの人が訪れます。荷物中身見させていただきたいんですが、よろしいですか。そこには違法なものを持ち込ませまいと奮闘する名古屋税関の姿が。これタイマーショップで買ってあるんですか。日本人男性の手荷物からは何やら怪しい袋が。他にもやっぱ変です、ね、外国人男性の意外な持ち物からは違法薬物の陽性反応が。水際対策の最前線で活躍する名古屋税関に密着しました。中部空港にある名古屋税関検査場。違法薬物やコピー商品などが国内に持ち込まれないよう取り締まる最後の砦です。税関職員とともに手荷物検査をする麻薬探知犬。カバンや服の匂いなどから異臭がしないかを確認します。すると一人の日本人男性のカバンに反応を示しました。タイから帰国したという男性、違法薬物を所持しているのか。荷物の方はちょっと検査してもらいますので、あれでこういったものをしたりとかしてますけど、あっちって大麻ショップいっぱいあるじゃないですか。匂いが充満してて。男性は大麻ショップには行っていないと主張。ところが、これ大麻ショップで買ってやるんですか。言ってないって言ってたけど。で、感情でもらっちゃったんです。さあ、使っとるよね、多分ね。僕は使ってない。誰が使ったの。一人で行ったと思うよ。友達が吸ったと。説明が2点3点。すると。でもこれもカス入っとるね。これ。苦笑いでごまかそうとする男性。なんと。カバンの中からは大麻の絵が描かれた袋が。中には数ミリの植物片も入っていました。それ以外にも今あるならもう正直言ってほしいんだけど。それ以外にないって言ってこんなのあるもんで、細かく見させてもらうよ。申し訳ないけど、他に新たなものは見つかりませんでしたが、植物片は大麻と判明しました。ここだけの量なので、それで今回はまあもうこれで終わりますけど、本当にあのちょっと量があるとここで一つの事件というふうになるかもしれません。あの持ってこないようにしてください。ここだけは注意してください。次やったらこういうことで済まないので、はい、今日の記録全部残しておきますんで。今回見つかった大麻は数ミリの小さな植物片だったため、税関は男性を厳重注意にとどめました。一日あたりおよそ6000人が通る名古屋税関検査場。新型コロナの影響で減少した旅行客も4月には2020年1月時点と比較するとおよそ6割回復しています。名古屋税関では去年、航空機の旅客によって持ち込まれた違法薬物を15件摘発していて、これは一昨年の 7.5 倍と大幅に増加しています。違法薬物が隠される場所はボードゲームの中であったり、茶筒の中であったりと、手口は巧妙化しています。さらにズボンのボタンに覚醒剤の成分が混ぜられていたケースもありました。ヨーロッパから来たこちらの男性、世界各地でフィギュアの展示会を開いていて、この日来日したといいます。
男性の荷物から拭き取ったものを成分を判別できる機械にかけると、アラート音とともに表示されたコカインの文字、陽性反応が出ました。別の部屋で追加の検査を行うことに。次に目を向けたのは厳重に梱包された男性の荷物。中から出てきたのはいくつもの大きなフィギュアです。 X 線にかけると、自分で作ってます。デザイナーらしいの、こういう感じ。やっぱ変ですね。検査官にも緊張が走ります。フィギュアを包んでいた緩衝材を拭き取り、再び検査機で調べると、ここでもコカインの陽性反応が出ました。この後も男性はコカインを持っていないとの主張を繰り返しました。およそ1時間半後、詳しく調べた結果、男性はコカインを所持しておらず、フィギュアの表面などにうっすらとコカインが付着していたことが分かりました。では一体なぜ付着したのでしょうか。展示物を他の方が触ってるということもあったので、それでついたのじゃないか。フィギュアはこれまでに欧米での展示会に出品されていて、来場客や関係者が手で作品などに触った際、コカインが付着した可能性があるということです。名古屋税関は付着したコカインを取り除き、荷物を男性に返却しました。中部空港に隣接する中部外遊出張所、こちらに並べられた大量の段ボール箱、これらすべて海外からの郵便物ということです。名古屋税関は世界各地から送られてきた郵便物にも目を光らせています。その数1日2000個を超える日も。輸入郵便物には必ず、送り状というんですか、そういった書類が貼り付けられていますので、まあ、差出人情報とか名当人情報、品名数量とかですね、価格とか、そういった情報と X 線の画像とですね、あと事前の情報なんかに基づいて、総合的に選定をしております。この日アメリカから送られてきた大きな郵便物、二人がかりで慎重に確認してみると、中からは人気キャラクターの絵画が出てきました。過去にはキャンバス部分に覚醒剤が練り込まれ、国際郵便で送られてきたこともあります。絵画の梱包材を拭き取り、早速検査機で成分を確認してみると、違法なものは検知されませんでした。職員はキャンバス部分も慎重に調べていきます。ちゃんとついてんの、こんな鑑定書が。本当だ。検査の結果、違法薬物はなく、作品も正規品であることが判明しました。名古屋税関が去年1年間で差し止めた知的財産を侵害する物品はおよそ10万点に上ります。そしてこの日届いた郵便物にも、一番上の方にはノーブランドの問題のない靴が詰められていまして、確認していたところ、一番下層部分にナイキの商標権を侵害する疑いのあるものが隠されていたという状況です。中国から送られてきたというこちらの段ボール、なんとピンク色の靴の下に人気ブランドの偽物とみられる靴が大量に隠されていました。
過去のそういった摘発の事例とかですね、頭に入れてですね、まあ、同じような荷物が来た時には的確にそういったものを選定して検査して、社会風の摘発につなげる。違法薬物やコピー商品を国内に持ち込ませない。国民の安全と貿易秩序を水際で守る名古屋税関の戦いはこれからも続きます。